大阪市立南岡島小学校は、大阪府大阪市、大正区にある公立小学校。大正時代の地域の工業地帯化及び宅地化に、伴い、1924年11月10日に、大阪市南岡島人城小学校として、現在地に開校した。創立記念日は11月1日としている。開校日の11月10日は、 同一地域内の北岡島人上小学校の創立記念日と重なるとして、創立記念日を繰り上げて実施する旨を開校当時に決定したという行きがある。広区に沖縄県出身者が多く住んでいるという地域の特徴から地域学習の一環として、運動会や地域の祭り等でエーサーを実施している。また、太平洋戦争の際、集団疎開先の宿舎火災により、 児童16人が死亡したことから、この事件を通した平和学習にも力を入れている。現在の大正区では、大正時代、地域に大工場が進出し、また工場で働く労働者が、地域に移住するようになった。これに伴い地域の児童数も増加した。児童数増加に対応し、大阪市伊豆を第一尋常小学校と大阪市、 鶴町人常小学校の校区を再編する形で、1924年11月10日に、大阪市南岡島人常小学校として、西区南岡島城2番地の8に開校した。開校当時、伊豆大一人常小学校から68人、鶴町人常小学校より313人の、計381人の児童が転入している。開校後も児童が増加したため、 南岡島尋常小学校、鶴町尋常小学校の2校の校区の一部を再編する形で、1930年9月1日付で、大阪市港南尋常小学校が開校している。児童123人が港南尋常小学校へ転出した。また、1933年4月1日には、大阪市大正尋常小学校を設置したことに、 伴って、従来の校区の一部を分離し、児童63人が対象校に転出している。国民学校令により、1941年には大阪市南岡島国民学校に改称した。太平洋戦争の激化に伴い1944年以降、学童集団疎開が実施されることになった。対象区の国民学校では、徳島県方面が疎開先に割り当てられ、 1944年9月19日に徳島県美馬郡貞光町へと出発した。しかし1945年1月29日、3年生男子児童の宿舎となっていた、新工寺で火災が発生し、児童16人が死亡した。火災については、工術16児童の校も参照。大阪市は火災の方を受けて、市内の各校に注意を呼びかけたが、 直後の1945年2月には、行野区、三幸森国民学校の疎開先となっていた奈良県、奈良市の宿舎でも火災があり、児童が死亡している。1945年の大阪大空襲では、地域が被災し、江南国民学校では、校舎全焼の被害を受けた。終戦後の1946年、江南国民学校を南岡島国民学校へ統合している。 江南国民学校跡地は大阪市立大生成中学校となった。1947年の学生改革により大阪市立南岡島小学校となった。1950年9月3日の JN 台風では校舎が床上浸水する被害を受け、また地域一帯が被災したため避難所ともなった。1984年には高知拡張が実現した。 当時運動場が狭かったため体育の授業に支障が出るなどとして学校北側に隣接していた空き地を運動場として購入、整備した。1945年1月29日夜、集団疎開で3年生男子児童の宿舎となっていた徳島県美馬郡佐光町の新工寺で漏電による火災が発生し、児童29人のうち16人が逃げ遅れて死亡した。 児童らの供養のため、佐光町の町民や徳島県内の学校関係者が募金を出し合い、新工寺境内に十六人蔵村を1946年に設置した。現地では毎年、明日に法要が営まれている。徳島県在住の児童文学作家がこの話を、書籍、十六人蔵物語から戦争で犠牲になった子供たちからにまとめた。また、 大阪国際平和センターの企画でアニメ十六時像物語が制作されている。また学校でも火災のあった日に全校集会を行ったり現地で行われている法要に合わせて千羽鶴を送ったりするなどの取り組みを行っている。2003年には当時の児童の発案で記念モニュメントが校内に設置されている。火災現場に隣接する徳島県鶴木町立。 サダミツ小学校でも16地蔵を通した平和学習の取り組みを進めていることから、サダミツ小学校と南岡島小学校との交流活動なども実施している。ありがとうございます。